ラフレシアアルノルディは、インドネシアのスマトラ島に分布する、ラフレシアかラフレシア族の全寄生植物の一種である。産地の、やや湿った臨床に生育し、ブドウ科ミツバカズラ族の植物の茎、または根に寄生する。個体の大部分は花であり、根や茎は耐火している。花は全体に赤橙色である。本種は、ラフレシア族の中で最大の大きさとなり、 その直径は1.5メートルに達する個体もある。開花間近の花はキャベツのような姿であるが、二日ほどかかってゆっくり5枚の花偏を開く。大きな肉質の花びらの表面には黄色のイボ状の斑点がある。花偏の下部は相互に合着して腕状の花筒になり、随中の周りを取り巻いている。花に内側に向かって壺状の覆いがあり、 中央部は大きく開口して深く落ち込んでいる。内部に約30個の角状の突起物を持つ盤状体がある。脂肪は貝で多数の肺種を持つ。死有一種であり、開花中は周囲に肉の腐ったような周期を放出する。ハエはこの周期に誘われて集まり、ハエによって尾花にある花粉を雌花に運ぶと言われている。尾花に寄ったハエは、 中央の水中の晩縁の下に入り込み、毛の列に導かれて役に達することにより、ハエは背中に粘着状の花粉をつける。雌花では、尾花に寄ったハエの背中についた花粉が、水中の晩縁の下にある花中の周りの毛によって、捕らえられることにより受粉する。受粉からおよそ8ヶ月かけて、拳台の果実が生育し、その中には、数百万個の微細な種子が含まれている。 小型の哺乳類あるいはアリやシロアリによって種子の散布が行われている。学名のラフレシア・アルノルディは1818 18年にトーマス・ラッフルズとジョゼフ・アーノルドの二人により発見されたことが由来である。ありがとうございます。